ステージなんですけど、え、行きたいです、野球見に行きましょう。なのでぜひお母さんも母もよろしくお願いします。ホリエモンのグランドル相談室、よろしくお願いします、はい、お願いします。この動画は、はい、週刊プレイボーイに登場しているグラビアアイドルがホリエさんに様々な悩みや質問をぶつける企画です。ホリエさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めまして長月みどりです、はい、お願いします。すいません、飯代わりに あの重たいものなんですけど、ちょっと写真集を出させていただいているので、はい、ぜひ見ます。はい、お願いします。今見ます。あ、本当ですか、恥ずかしい。恥ずかしい、なんか。今おいくつなんですか？今、21歳になりました。19歳の時に。ロリ系ですね。はい。はいっていうのおかしいか。すいません。さっきまで週刊プレイボーイさん あの撮影をしてきて、その写真集とつながるような。あ、そうなんですか。はい、グラビアを撮っていただいてロサンゼルスに行ったんですけど、今年2年前に行きまして。あ、そうなんだ。はい、2年ぶりにグラビアをやったので。なるほど。はい、それにつながってるようなアメリカのような雰囲気の撮影をさせていただきました。すごい。ぜひご覧ください。あ、これが LA なんですね。はい、それロサンゼルスです。すごいですね、シュープレさん金ありますね。夢叶えて。今時 LA なんかないっすよ。いや、本当に贅沢でした。どうですか？いいと思います。あ、本当ですか？恥ずかしい、なんか。あ、秋元さんがプロデュースしたの。はい、先月卒業しまして。ああ、そうなんだ。はい、7月末で。え、どこにいたの？ラストアイドルっていうグループで。ラストアイドルっていうグループにいたの？はい、あの団体行動っていう、あの日体大学のスポーツやったり歩いてたり、なんかいろいろ、はい、やってました。へえ、すげえ。はい、メンバーが多かったので。何人ぐらいいたの？最大で52人いて。へえ、すげえ。はい、それは団体行動もできるわ。やりました。全然まだまだのグループなんで、ね、頑張ります。秋元さん、どんだけやってんの？いや、すごいですよね。ほんとさ、寝てる時間ないでしょ。でもめちゃめちゃショートスリーパーって聞きました。そうなのよ。そうなんですか、ね、やっぱり体悪くしちゃう。あの、堀江さんは寝ますか？僕はあのロングスリーパー。あ、ロングスリーパーダメなんですよ。同じだ。寝ないとダメなんですよ。僕ほんと寝ないとダメで、秋元さんの暮らしとか俺はとても無理ですけど、うん、私もです。あの人、あ、書いてあるじゃん、帯も。はい、帯書いていただきました。すごい、いい写真集。え、ありがとうございます。嬉しい。素晴らしい。はい、ありがとうございます。それでは質問コーナーに行かせていただきます。はいはい、私、あの長月みどりは21年間運と気合だけでやってきたんですけど、うん、あのこのままじゃダメだなっていう、すごく限界を感じたりしてて。え、なんで？いや、なんか運だけで本当実力がついてきてないというか、突き進んできてしまっていて。いいじゃん、それで。え、いいんですか？なんかちょっと運がつきそうな気がしてて。え、そんなことないと思うよ。え、本当ですか？うん、じゃあいいですか、このままで。全然いいと思います。あ、じゃあこのままで生きていくことにします。そういうのね、考えない方がいいっすよ。やっぱ直感、堀江さん直感ですか？直感っすね。あ、じゃあ私も直感で成功しよう。直感で成功する。直感っていうよりは、これからの時代は特にそうなんですけど、はい、その行動力が実は人のなんか価値っていうかを決めるのって行動力だけなんですよね。はい、行動力だけはあります。だからいいんじゃないですか。本当ですか？はい、あ、じゃあもう、そう、今の人って割とこうありがちなのが、なんかいろいろ思い悩んで動かない人が多かったんですよ。うんうんうん、はい、それでも、うん、なんとかなってたっていう方が正しいのかもしれないですけど、うんうん、はい、今までの人って、まあ、動かない人が大半だったし、はい、動かなくてもなんとなくみんなと同じことやってたら、うんうんうん、なんかそれなりに生きられた。小学校入って、中学校行って、高校出て、うん、まあ、大学も出るかも分かんないけど、はい、で会社入って定年まで勤めて年金もらって、はい、みたいなっていうことをみんなができた時代はもう終わります。はい、ああ、なるほど。だから実は小学校とか中学校とか、は
何も役に立たないわけもう今。なんか勉強ってみんな暗記だと思ってんじゃん。そうですね、うん、でも今さ検索すればさ大抵のことは分かるじゃん、はい、だから検索の仕方とか覚えた方がいいんだけど、はい、ああなるほど。なんかスマホとか触らせなかったりするでしょ。そうですね、うんうん、ちっちゃい。だってさスマホしかいらないじゃん逆に。いやそうですよね。私も思います。教科書とかさ、うん、みんな読んでノートとか取ってんじゃん、うん、そういうのさあんまりしないじゃん大人になったら。はい、しないです。紙の本なんかも読まないからね。読まないです。そうなったら、はい、時にどうなるかっていうと行動力がある人が差をつけられるんです。唯一これまでは行動力なんかちゃんと計画を立てて、はい、こう動きなさいみたいなことやれるでしょ、うんうんうん、はい、でも計画なんか立ててたら出し抜かれちゃうってこれからの時代は。ああそうか。だからもうあこれいいと思ったらそこに飛びつく人の方が得をするんですよ。ああ。でもしそれがうまくいかなかったとするじゃん、うん、いいじゃんやめれば。でもやらないと分かんないこともあるでしょ。はい、なんでもそうだけど、うん、体験をしてみたらこれ意外に良かったとか、うん、あこれ自分に合ってなかったとか、うん、はい、だからみんなすごい計画を立てて練習してとかってやるんだけど、はい、俺練習嫌いなのよ。え私さっきから話を聞いてる限り、うん、堀江さんと全く同じタイプです。じゃあめっちゃ得します。やったー、もう私これ成功します。うん、成功しますやったー。これね、ほんと成功しますよ。本当にあのね、ほんとにそういう時代もうやったもん勝ちってことですね。そうで、やったもん勝ちって行動力がない人の方が大半だから、うん、行動力のない人は行動力のある人についていくんですよ、はい。でね、なんか俺 いろんな会社をやってみて分かったんだけど、はい、社長のタイプって2タイプあって、はい、すげえボンクラかすげえ優秀かなんですよ、うんうんうん、ですげえボンクラなやつがなんでうまくいくかっていうと、はい、行動力だけはバカだから、バカすぎて考えられないわけ、はいはい、あバカすぎてリスクとか分かんない。あでとりあえずやってみて、そしたらもうあまりにもなんか危なっかしいから、うんうん、なんか行動力のない優秀な人がついてくる。俺が何とかしてあげなきゃと思っちゃうんだって。あそうだから周りに絶対そういう人いるでしょ。います。なんか、はい、だからそういう人たちがずっとついてくるから一生大丈夫。今支えてもらってます。確かに。そうそうそう、支えてくれるから誰かが。そうですよね。そうなんですよ。行動力のある人には誰かが支えてくれるんですよ大体。じゃあもう次聞こうと思ってた質問も、うん、何ですか。私お芝居と語学留学と美容サロンとか、うん、やりたいことがいっぱいあるんですけど、いっぺんにどうやったらいいですかって聞こうと思ったんですけど、やりますもん。うんやりますもん。僕は最近ね、はい、漫画版の僕の著書でゼロっていう一番売れてる本があるんだけど、はい、それを出したのよ、はい、漫画版を。漫画、うん、読みたい。そこに書いてあります、はい、いいぞやりたいことは全部やれ。あもう私全部書いてます。もう今日将来が決まりましたありがとうございます。もう今の人って昔と違ってさ、はい、経営者とか、はい、こうもっと年を取らないとできないとかってみんな思ってたわけよ、はい、でもそれは今みたいにそのスマホとか SNS とかがない時代の話でさ、はい、今あるじゃん。あります、うん、あるから。あんただって結構インスタのフォロワーとかいそうだよね。いやそんなにいないんですよ。それがそうなんだ。あんまり5万人いないぐらいです。ちょっと少なめ。あ本当だ、4万9千人だ。はい、ちょっと頑張ります。全然投稿してないじゃん。そうなんです、グループ卒業しちゃってちょっと投稿します投稿したらすごい増えると思うよ。頑張ります。絶対インスタのフォロワーは多い方がいいです。頑張ります。どうしたら増えますか。投稿。あ投稿か、そうですよね、投稿します。でこういうこの写真とか超いいじゃん。こういうのとかこれ絶対受けると思う。あ本当ですか。うん、2万いいねぐらいつくと思う。そんなつくいやいや、もう頑張っても7000円ぐらいでした。大丈夫、まだ頑張りが足りないから。頑張ります。はい、全然受ける写真と受けない写真ってあるんですよ。はい、
で女子はやっぱりすごい絶対インドネシア人とかマレーシア人にめっちゃ受けると思う。台湾人とかアジア系にすごいファンつくと思う。そうなんですよ、フォロワーが、うん、なんかあの国別あるよね、はい、私台湾が一番多いんですよ、うん、台湾人受けしそうだもん。じゃあ台湾に向けていやでそういうその人たちがいいねがつく写真をどんどん厳選して、はい、どんどん上げていくと見ていけば、そう、あリサーチしよう、インサイトで見れば分かるから、はい、なるほど。俺なんかもうインスタのフォロワーなんか全然増えないからね。本当ですか。おっさんのインスタやっぱ弱いよね。えでもめっちゃおっさんのインスタマジ弱いから。いやいや、あのグローバルに、はい、なかなか持っていけないのよね。だからまあその辺が増えてくればいいんだろうけど、うん、自分を分析してやっぱ女子は強いよね、インスタは。頑張ります、うん、そのアジア人がすごい来るからさ、グラビアアイドルとかさ、それをやっとけば美容サロンもできるし。何でも。え、美容サロンと何やりたい。美容サロンと語学留学とお芝居がやりたいです、うん、お芝居はやったことあるの。お芝居はい、少し。あ、ラストアイドルで。ラストアイドルの時に舞台をやらせてもらって、うん、何の舞台やったの。あの野球の舞台を。野球の舞台、はい、玉読みっていうアニメがありまして、それをやらせていただいて。玉読み舞台、キャッチャーをやりました。本当だ、玉読み。でこれ何、もともとアニメなのね。そうです、アニメを。越谷市、へえ、こんなのあったんだ。はい、これは何、女子の。女子野球です。女子野球のプロみたいなやつ、はい、うん、高校野球で。あ、高校野球なんだ、はい、へえ、玉読み。玉読み面白いですよ。へえ、越谷って埼玉県だっけ。はい、俺なんか埼玉県のさ独立リーグのチームのさ株主なんだけど、埼玉武蔵ヒートベアーズっていうところの関係者なんですけど、はいはいはい、行きたいです、野球見に行きましょういいですか。はい、やった。最近野球のルールがあの舞台やって、うん、ちょっと分かるようになってきて、あスポーツがすごい楽しくなってきました。キャッチャーはね、はい、重要ですからね。重要です。で何、ボール投げたりしてたの。あのボールを目線とか動きで作って。なるほどね、はい、やってました。投げる系ね。そうです、そういうのは最近流行ってるよね。はい、じゃあ演技のあれとかもできるようになったんですか。まあ受けの芝居はできるようになったんですけど、攻めがまだちょっと弱い。何攻めってなんて言うんですかね、あのこう相手からガーって来られた時に、あ、なんて言うんですかね、の空気の作り方は分かったんですけど。すごいなんかね、うちの舞台に出てほしいけど今年やんないんだよな。あ、めっちゃ出たいです。もうなんか舞台はさ今もうコロナで大変なのよ。いや私も今月なくなっちゃって。でしょ、はい、だって俺昨日なんか役者の後輩と飲んでたんだけど、はい、いや堀さん全部舞台なくなっちゃったんで飲みに連れてくださいみたいな、暇ですって言ってた私も夏休みです今。だよね、はい、そうだよね。舞台はね当分きついと思うよ。いや、やりたいですね。だってさ、あんなのさクラスター出る決まってんじゃん。いや、そうですよ。しかも今のそのデルタ株はすごい感染力強いから、うん、あの普通に喋ってるだけでもあんな濃厚接触もう極みじゃん。そうです、ね、あんなのどんな予防しても絶対出るから、うんうん、でそんなの 毎週のように PCR 検査してたら絶対出るじゃん。そうです。だからもう主催者、俺どっちかって主催者側だから、はい、怖いもん舞台。去年も実は去年も頑張ってやったんだけど、はい、東京公演終わって神戸公演をやる予定が、うん、はい、神戸公演の直前に感染者出て、あ、出ちゃった、出ちゃったからもうなんか続けられないってなって。そうですよね、マジで。せっかくねちゃんと黒字で終わる予定だったのが、あ、大赤字になっちゃって、だから今年はちょっときついねって言って、はい、なんかしかもさ、うんうん、こう舞台やっててさみんな仲良くなってさ、はい、一緒になんかご飯行ったりとかするじゃん。そういうのもなんかできづらいじゃん今。そうですね、うん、なんか、うん、じゃあ何のためにやってんのみたいな感じになっちゃって、お客さんみんなマスクしてるし表情わかんないでしょ。見たいですよねやっぱり。そう、うん、でなんかね拍手とかしかできないじゃん、うん、なんか寂しい。寂しいです、本当に。僕がやってる舞台って、はい、その年に1回だけやるんですけど、はい、それこそ秋元さんとかも、はい、あの見に来てくれたりとかしてたんですけど、はい、昔それはやりたいんですけどすごいいいなと思ってたんですけど、はい、ないんですよ今年。あ、じゃあ来年。来年落ち着いたら呼んでください、ね、本当何でもやります。やれたらいいんですけどね、はい、本当めちゃくちゃいい役あるよね、すごい。やりたい
じゃあここに記録として今残ってるんで絶対呼んでください。絶対呼びます。お願いします。いやでも本当にいいですね。はい、ありがとうございます。舞台のね、はい、去年だから、去年ね、知ってたら呼んだのにね。覚えておいてください。去年だってさ、いや去年マジでさ、どうしようかって思ったもん。ヒロインの子とかいるんだけど、はい、大変だったもんね、オーディションが。そうなんですよ、意外とね、いい人いないんだよね。頑張ります。意外とね、はい、じゃあ舞台好きなんですね。舞台が好きです。この玉読みとあと何出たんですか。あ、もう玉読みだけです。まだ。あ、そうなんだ、はい、でもそれで好きになったんだ。はい、もうそれはいいことですね。稽古がすっごく楽しくて、もう珍しいね。はい、本当に言われます。おかしいよって言われるんですけど。稽古で何が楽しいの。なんかこう自分が作ってきた自分のキャラクターを出して、演出家の方とかにこここうじゃないかなとか、それ多分正解だよねって言ってもらえるので、なんかこう自分で自分以外の人間を作るっていうのがすごく楽しくて。歌はできるんですか。歌が、それが歌えます。歌えるんですよ。面白いんですよ。あ、そう、お話変わっちゃうんですけど、ジャズフェスやられてますよね、はいはい、うちの母が、はい、ジャズ歌ってて。へえ、ジャズシンガーの、はい、アルフィーとかに出てるんですよ。へえ、すごい。そうだから、アルフィーに出るぐらいのすごい人なんだ、はい、すごいかわかんないですけど。歌手です。へー、なのでぜひお母さんも歌います。母もよろしくお願いします。お母さんおいくつなの。母は45ぐらいですね。若いよね。そうなんですか。うちの舞台最高齢は50歳だからね。あ、でもお母さん、お芝居はあ、できないんだ。はい、できないんですけど、ね、ジャズは歌います。あ、ジャズ歌える。ジャズ歌います、お母さん。へー、そうなの、はい。うちであれやりますよ、ジャズナイトやりますよ、この。へえ、あ、私も実はちょっとだけ練習してるんで、機会がありましたら何でも呼んでください。ジャズイベント、ご飯食べながら。いいですね。スタンダードナンバーとかわかりますか。いや、もう全然わかんないです。スタンダードナンバーって、なんかほら、A 列車で行こうとか、なんかそう、定番の、あ、はいはいはい、はい、曲あるじゃん。はい。だったらららららら、たんたんとかってあるじゃん、はい、そういうのスタンダードナンバーって言って、はい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 、誰でも大体なんか CM ソングとかになってるから、うんうんうん、大体みんな聞いたことがある曲なの、はいはいはい、それだけで料理とペアリングしてやるっていうイベント。面白そうでしょ、はい、そういうのやってんすよ、企画を。機会があれば、はい、お願いします。でもね、そういうようなことをやったりしてって、はい、割とそう、あ、で、お母さんは歌手だから、はい、自分も歌は上手いと、はい、ちょっとでも前の玉読みでは歌を歌ったりとか。玉読み歌ってないんですけど、うん、そのラストアイドルにいる時は。あ、そうかそうか、はい、歌担当。自分で言うのはあれですけど、歌担当ね、マイクが入ってるやつね、スイッチが。あ、そうですか、はい、基本的にはマイク入ってました。あ、そう、素晴らしい。はい、まあ、大体みんな入ってないですからね。そんなこと、ラストアイドル生歌主義なので。あ、そうなんだ、はい、そういうことなんだ。そうです、歌える子は結構多いです。へえ、素晴らしい。ちなみに僕がやってる舞台ってミュージカルなんですよ。あ、だから歌歌えないとダメなんですよ。歌えます、本当に。ダンスはできるんですか。あ、はい。ちょっとダンス。でもラストアイドルでやってたんだもんね。はい、めちゃめちゃやってました、ね、いや、ね、本当ぜひにって感じだよ、逆に。うわ、やった、お仕事1個増えました。だから今年はやんないですけど。来年の。いや、本当はね、今年もやりたいんですけどね。いや、出たい。もうそのご飯を食べながら見てもらうミュージカルなんで。うわ、だからやりにくいんですよね。あ、ディナーショーみたいな感じですか。ディナーショーって行ったことある、うんうん、ないです。ディナーショーって俺人生で1回しかディナーショー行ったことないんだけど、はい、中森明菜さんを見たくて。あ、で俺行ったのよ。そしたらなんか俺ディナーショーって初めて行ったから、ディナーショーってね、歌が始まる前にご飯食べ終わんなきゃいけないの。え、そうなんですか。そうなんですよ。え、知らずに行って、あ、え、まだ始まんないのって言ったら、もう最後のデザート出てきてやっと始まって。だから5時間ぐらいかかるんだよ。4時間とか5時間とかかかるんですよ。なんだけど、はい、うちの舞台は食べながら見れる。あ、いいですね。だから2時間とか2時間半ぐらいのんびり。なんだけど、なんか役者はすごい嫌がってるわけ。なん
んでですか？カチャカチャ音が鳴ったりとか。あ、気になる。あの喋ってる人とかもいるし、 あとなんか子供が泣いてたりとか、結構いろ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 ガチャガチャするから、うんうんうん、その静かな舞台に慣れてるじゃん普通の役者って、はい、だからできないんだって。気になってできない。そうなんだ。だから最初にそれやった時はみんなが気になって、もっとなんか料理のあれとかずらしてもらえませんかねとか言われて、いやそういう舞台だからこれっつって。あ、でもやってみたら、うんうん、みんなもう慣れて、うんうん、全然できるようになるんだけど、はい、でもやっぱりお酒も飲んでるから酔っ払って舞台に上がろうとする人ってすげえなんか真剣なシーンなのになんか連れ出される人とかちょっと面白そうですね。フリードリンクっていうかアルコール飲み放題にしてるから、うん、いなんかいいワインとか飲んじゃいすぎて調子に乗って飲めないのに、うんうんうん、っていう人もいたりするんだけど、全体的には面白いよ。へえ、楽しそう。ちょっと、うん、ご飯を食べながらそうやる舞台っていうなかなかありそうでないでしょ、はい、だけど昔はそうだったんだよ。え、そうなんですか？歌舞伎とか行ったことある？ないです。歌舞伎ってさ、あの桟敷席とかでみんな、はい、お弁当食いながら見てんの、はい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 、お酒飲みながら、はいはい、あれがもともとそうなの。だから幕の内弁当っていうのは、あ、そういうことなんですか？幕の内に食べるから幕の内弁当。なるほど。そうなの。へえ。それが普通だったんです昔は。へえ。シェイクスピアの頃 の、 あ、あのロンドンの舞台も、はい、あのアリーナはスタンディングで、はい、みんなエールとかそういうの飲みながら、へえ、リンゴとか食べながら見てたし、貴族とかは、はい、あのテラス席で、ヨーロッパのなんかさ、はいはいはい、古い劇場とかテラス席とかあるじゃん、はい、あそこに貴族はいてそこでディナーを、はい、食べてワインを飲みながら見てた。そうなんだ。それが普通だった。だから普通に芝居がつまんないと、下手だったりつまんないと、はい、客席からアリーナからヤジが飛ぶ。嫌だみたいなのが昔の舞台、はいはい、今ってなんかみんなお行儀よく見てんじゃん、うんうん、で面白くないじゃん、はい、パリとかムーランルージュとか行くと、はい、もうみんなそうやってやってるわけ。へで、ニューヨークとかもオフブロードウェイとか行くと、はい、そういうこうみんなご飯を食べながら見るような舞台もあるんですよ、うん、へえ、そうなんだ。そうなんですよ。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、続いて、はい、の質問に行きます、はい、私はずっと周りの人を振り回して生きてきたんですけど、はい、それっぽいですね。はいそんな軽い気持ちでロケットを発射できるんですか？軽くないですよ先生。そうか、宝くじ何回当てなきゃいけないかなって